簡単に言うと3つに分類されるんですかね。そうですね、まず大前提言いますとね、選挙運動っていうものの定義、公職選挙法の中に直接規定したものはないんです。ないんですか。ないです。ないんですか。ないんですけど、はい、お金のある人の選挙運動できるんじゃなくて、うんうん、お金があろうとなかろうとね、うんうん、まあ、一定の活動はできるようにする、うん、だからお金をかけないと。さあ始まりました、選挙 .com チャンネル。私 MC を務めます編集長の鈴木邦和です。そして本日は選挙管理アドバイザーの小島隼人さんにゲストにお越しいただいております。小島さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。小島さんといえば、実はこの界隈では大変有名な方でして、公正法の神様と呼ばれているぐらい、もう非常にもう公正法、おそらく日本で一番詳しいんじゃないかと。まあ総務省が詳しいでしょう、ね、いや、はい、でも本当に我々からするとですね、もう公正法でちょっとこう難しいことがあったらやっぱり小島さんに聞くのが一番確実だということで、まあ本当にいつもですね、いろいろお知恵をいただいてるんですけども、はい、今日はそんな小島さんにですね、ちょっと公正法について、まあ、改めてちょっとお伺いするという回をお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、ということで本日のテーマいきましょう。こちらです。公正法の神様に聞く政治活動と選挙活動ということで、まあこれ特に選挙が近くなると、まあいろいろその政治活動なのか選挙活動なのかとか話題にもなるんですけれども、まあ、なかなかやっぱり一般にもご理解されてないテーマでもあると思いますので、はい、まあ、今回選挙 .com チャンネルでですね、改めて小島さんにいろいろとお話を伺っていきたいと思います。まず簡単に小島さんのプロフィールご紹介させていただきたいと思います。はい、川崎市役所で40年選挙事務を担当されて、そしてその後自治省の選挙課を経てですね、現在は総務省の、これ選挙関係の管理執行アドバイザー、 そして主権者教育のアドバイザーをはじめ、はい、まあ、様々なですね、本当まあ、選挙の実務に、関わる、まあ、大変まあ、なんですか、専門性を持ってですね、ご活動されているというそういう方でいらっしゃいます。私もびっくりしたのは、その、まあ、一般的にですけども、そのまあ例えば地方自治体の役所の中でも、あまりそのなんていうんですかね、まあ、2、3年でこう人事異動していく方がやっぱ多いじゃないですか、はい、まあ、その中でこう40年本当選挙の事務を担当されて、まあ、ずっとこうある意味そのこう仕事されてきたっていうのは、それだけやっぱりこう専門性がこうあったからっていうことですよね、まあ、多分ね。これはね、一つの縁ですね。大学の時に選挙制度論を取ったんですよ。そうなんですか。専門科目で、それでまず川崎市役所に採用試験の時、大体どういう仕事をしたいかって聞かれるじゃないですか、その時に、まあ、選挙制度論を勉強したんで、選挙の仕事をね、まあ、やりたいと、そういう話をしたら、本当に配属になった。しかもそこからずっと、そうですね、最初はね、川崎区役所、はい、総務課、はい、選挙係ってと、はい、はあ、そこに、まあ、そこ現場ですよ、政令指定都市の区の選管っていうのは、区役所っていうのは、まあ、そこに若い時4年間いて、もう先輩たちにもうみっちり仕込まれて、それで、まあ、見込みあるそうだから、お前ちょっと市の選管に来ないかと、統括する立場で、はいはいはい、それで私の尊敬する係長さんが引っ張ってくれて、それでまあいて、でただ、まあ、役所っていうのは人事異動、当然会社もそうですけど、一定期間ね、いたら同じところにいるってことはまずないわけですけど、うんうんうん、まあ、結果としてね、こういう形になったということで、途中経過はいろいろありますよ、それは。なるほど、いや、ありがとうございます、うん、ということで、まあ、本日はですね、小島さんに、この公正法についてですね、まあ、基本的なことから、まあ、専門家というか、まあ、政治家の方でも結構理解されていないんじゃないかと思われるところまでですね、含めてご解説をいただきたいと思います。はい、まずは、まあ、一番基本的なところですね、はいはい、この政治活動と選挙活動の違いについて、うん、ちょっと皆さんに改めてお伝えできればと思います。はい、まあ、選挙 .com では実は小島さんにもいろいろご協力いただいてですね、さまざまなこの公正法に関する記事もご紹介してきましたので、まあ、その内容に基づいてちょっとお伺いしていきたいと思います。はい、最初に私から一応ちょっと小島さん間違ってたら訂正していただきたいんですけど、編集長先に言ってご説明しますけども、公正法で一応政治活動と選挙活動が、こういう違いが定義されていますよと、はい、で政治活動っていうのは政治活動のうち選挙運動にあたる行為を除いた一切の行為であると、
選挙運動っていうのは特定の選挙で特定の候補者の投票を得または得させるために直接間接を問わず選挙人に働きかける行為ですよと書いてあるんですけども、はい、要は政治活動というのが広くあって、はい、その中に選挙活動選挙運動っていうのがこう、はい、入ってるっていう、はい、こういうあの理解全体としては理解だったんですか。そうですね、今多分画面で図が出てますけど、はいはい、あのブルーの、はい、全体がですね、いわゆるこう広い意味抗議の政治活動という形になります、はい、でその中に小さく選挙運動、はい、選挙期間中の意味でもやるってあります、はい、だから広い意味での政治活動っていうのは選挙運動も含んでるんですよ。選挙運動も含んでるわけですね、広い意味で、はいはいはい、ところが公職選挙法の政治活動というのは、その選挙運動にわたるものは含まれないという解釈です、はい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 、ですからあの政治活動と言いつつ、はい、選挙運動になっている行為であれば、うんうん、それは全体も政治活動選挙運動だよと。なるほどなるほど、そういう解釈になる可能性が、まあ、あります。あ、そうするとなんか一般的なその政治活動と呼ばれる言葉の定義と公選法上の政治活動ってちょっと違うということですね。そうそうそう、これがまず多分、あまり多くの方は理解してないことなんじゃないかなと思うんですけど、はい、政治活動ってじゃあ、もうちょっとこう小うるさく説明してみて、はいはいはいね、政治上の主義を、はい、施策を、そうですね、推進支持し、反対する目的を持ってね、うんうん、いろんなことを行う、そういう行為であると、うんうん、それから特定の候補者を推薦したり支持するというのも一つの政治活動だと、うん、いうことなんですけど、うん、公職選挙法の中では、うん、とにかく選挙運動にわたるものは全て、うん、わたる政治活動は選挙運動だと、うんうんうん、そういう解釈になってますんで、だからそこのね、あの見分けということなんですね。だからいろいろこう選挙近づいてくると、はい、いろんなこと皆さんね、はい、おやりになると思いますけども、はい、まあ、広い意味で見るとね、まあ、外形的にやられた行為を見ると、まあ、政治活動でしょうねと言わざるを得ないし、ただやっぱりいろいろ広く訴えてるってこともあるかもしれませんけど、一応その外形を見る限りは直ちに選挙運動だとは言えないとかね、そういう部分もたくさんあるし、まあ、あといろんなですね、時期の問題だとか、どういうことやってるかっていうのを個別具体に見ていかないと、いかないということですね。これ、うん、ありがとうございます。まずこの前提をちょっと整理していただいたんですけど、うん、その上で結局、まあ、この政治活動というものが、まあ、公選法上だとその選挙運動にわたる行為を除いたものなので、結局じゃあ選挙運動って何なのかというところが、はい、やっぱり理解できないと、うん、この区別ってできないと思うんですよね。全くその通りです。でそこをですね、ちょっとぜひ次のスライドでお伺いしていきたいと思うんですけども、はい、選挙運動の一応定義としては、うん、特定の選挙について特定の候補者の当選を目的として、うん、投票を得または得させるために直接また間接に必要かつく有利な行為とされています、はいはい、これ簡単に言うと3つに分類されるんですかね。そうですね、まず大前提言いますとね、選挙運動っていうものの定義、公職選挙法の中に直接規定したものはないんです。ないんですか。ないです。ないんですか。ないんですけど、はい、これはあの昔のですね、あの公職選挙法の前身である衆議院議員選挙法って戦前からあるんですけど、そういう時代の大審判例だとか、戦後のですね、あの最高裁の判例、それからあの学者の皆さんのいろいろなその通説をこう判断したときにこうできた、こういう分かりやすくこういう形で選挙運動の3要素っていうのでね。あ、3要素もじゃあ実は公選法に書いてあるわけじゃないんです。書いてないです、直接は。そうなんですね、直接は書いてないです。あ、なるほど、はい、直接書いてないです。そしてその3要素がまず、選挙が特定されること、特定の選挙、はい、で次が、候補者が特定されること、はい、特定の候補者、はい、そして投票を得るための働きかけ、うん、はい、この3つが揃うっていうことであってますか。そうですね、だからこの3つの要件がマッチして初めて選挙運動になるわけですよ。はいはいはい、で1個を欠落していたとした場合、選挙運動的要素はあるねっていう程度の話になるんですけど、はいはいはい、じゃあ例えば3分の2を、に該当した場合、3分の2が該当した場合っていうのはどういうことになるってことですか。うん、まあ、あの選挙運動予備軍っていうかね。あ、予備軍なんですか。予備に、ね、なる。でいろんな他の要素もこうあの加えればね、うん、選挙運動になるってそういうこともあり得るんで、うん、とにかくそれはあの気をつけていただきたいっていうことは、はいはいはい、あの散々僕らも現場でね、はい、あのやってきましたけど、言ってきましたけど、はい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 、だから特定の選挙ですから、例えばあの分かりやすく言えばね、東京都知事選挙、もうね、あの公示日決まってる、
ね、それから今度はあれですよね、あの候補者ね、はい、いろんな人が出てると、はい、いろんな人がいろんなことをやってると、はい、まあ、立候補表明してればね、はい、候補者の特定っていうニュアンスあるかもしれません、はい、それから投票を得る、働きかける全般的な行為と、だから今言われてることが問題は、はい、投票を働きかけてる行為に当たるかどうか。なるほど、うん、まあ、2つマッチしてると思うんですよ大体ね。例えばじゃ あの具体的にちょっと具体例でお伺いしたいんですけど、例えばじゃあ都知事選が近いです と、うん、今度の都知事選に私鈴木邦一は、うんうん、挑戦します、うん、はい、これはどうですか。挑戦っていうのはね、やっぱり選挙っていう文脈の中で言えば、ね、立候補させてくださいと、はい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 、立候補しますと、はい、まあ、そういう文脈なんじゃないかなと思います、ね、そうするとじゃあ3分の2はアウトってことですよ ね、はい、すね、この場合、これは結構グレーというか黒に近いですか、うん、グレーだと思います。ただあの現実問題としてね、皆さんいろいろおっしゃっても、最終的に取り締まるのはあの選挙管理委員会ではなく、まあ、関係当局になりますのでね、それをよく関係当局の皆さんがいろいろご判断されるんじゃないかと。なるほど。いうふうに思いますよ。これじゃあ例えば、うん、まあ、今度の都知事選に私鈴木邦一は挑戦しますので皆さんの一票お願いしますって、これ3つ全部言ったら、うん、まあ、アウト、これ完全アウト、アウト、はあ、それはアウトだと思います、はいはいはい、まあ、だからそう皆さんやっぱりそれなりにお考えで、そういう直接的なね、表現は一切しない。これ選挙期間に入る前にやっちゃうとアウトってことですよ ね、はいはい、だからちょっと話前後するんですけど、はい、よく事前運動っていいじゃないですか、事前運動って、どういうことかっていうと、立候補の届け入れを、その受理される前に、はい、選挙運動をすることなんですよ、うんうんうん、それは公職選挙法の規定の中で、うん、あの129条っていう条文があるんですけど、うんうんうん、それに抵触するっていうね、うんうんうん、まあ、そういうことになっちゃうわけなんで、うん、だから事前運動かどうかっていう問題がやっぱり大きいポイントになる。だから直接的な表現っていうのも大事になってくるし、うんうん、まあ、非常に難しいかなと。だからいろんな意味でね、うん、あのネットで例えば広告を出すと、うんうんうん、そうすると選挙運動の、まあ、準備行為っていうね、うんうんうん、いわゆる背踏み行為として、うんうんうん、それが成り立つ場合もあると思うんですよ、うん、その直接的な表現になってなければね、うんうんうん、でいろいろそのこういろいろまあヒットしてね、何人見たって、それはまあ、あ結構見て支持されてんだなっていうね、うん、それは一つの背踏み行為的な、ね、うん、ものになる可能性あるかもしれませんね、うんうんうん、だ個々のものを見てみなきゃ分かりませんけど、うん、うん、だから有用なとこ事前のものが、うん、中身そのものの判断必要ですけど、うん、全てダメかって言った時に全てダメだという判断もなかなか難しいかもしれませんね、うんうん、例えばじゃあ、まあ、私もその、まあ、元々その議員をやってたんですけども、はいはい、この、まあ、よく、まあ、私自身は一応自分なりに気をつけたつもりなんですけど、まあ、実際のその選挙現場だと3分の2ぐらい言ってる人は全然いるなっていう印象は正直あってですね、まあ、投票お願いしますはさすがに選挙期間に入らないとみんな言わないんですけど、その手前で、まあ、その特定の選挙に私は出るっていう話は結構言ってるなと。だから例えば、あの特定の選挙に出るっていう直接的な表現もあるかもしれませんけど、例えば、どこどこの県を良くしようとかね、そうですね、うん、そういうのはね、はい、そのために、都政に挑戦するとかいう表現もありますよね、うんうん、頑張りますとかね、皆さんのお知恵を拝借しますとかね、まあ、いろいろ言ってくれば文脈上は選挙っていうものをね、見えてるわけですよ、うん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 、普通の人だったら、あ、この都知事選挙なり何なりね、他の選挙目当てにしてんだなっていうね、それは分かりますよね、うん、なるほど。でもそれで、まあ、直ちに、うん、じゃあ公選法違反にはならないわけですね、うん、そういうことだと思いますよ、それは、うん、なかなかねこの問題はね、そんなにたやすい話ではない、たやすい話ではないないということになります、ね、ありがとうございます、あの、いや私自身も大変勉強になります。あの実はですね、もう一つちょっと小島さんにお伺いしたい、詳しくお伺いしたいことがありまして、まあ、最近やっぱりそのネット上での、まあ、政治活動選挙運動っていうものが、まあ、よりこう、まあ、こう普及していってるというか、まあね、こう大きくこう占めてきているのかなと思うんですけども、うん、はい、特にこのネットでですね、まあ、政治活動ないし選挙運動やるときにこう気をつけなきゃいけないポイントをですね、ちょっとぜひ小島さんにも解説いただきたいなと思ってまして、まあ、うん、はい、まずこれ、挨拶を目的に有料インターネット広告を出すこと、これは要は選挙運動で有料インターネット広告っていうのは、候補者個人が出すのはダメですよね、うん、これ、まあ、これちょっと解説いただきますか。挨拶を目的とする有料インターネット広告って、まず時効の挨拶をしちゃいけないとか、はいはい、公職選挙法の中に
ね、あるわけですよ、はいはいはい、まあ、そういう部分なのか、はい、それとも選挙期間中の、ね、はい、ものなのかということによって、はい、適用される条文が異なってきますので。なるほど、そうか、そうか、前者の場合は要はその、例えば 年始 の、 その、なんて年賀状を送るとかがダメっていう、どっちかというとそういうのを想定した条文ってことですね。そう、インターネット、はいはいはい、広告ですね、有料広告、はいはいはい、そういう広告になってきます。で、あとは有料インターネット広告というか有料インターネット広告、今回、ええ、台東区でしたっけ、江東区ですね、江東区ね、はい、元区長が、まあ、はい、ああいうのとかね、あれも初めて適用されて罰則が、ね、はいはいはい、ついたっていうことだ。これもちょっと一応整理したいんですけど、そう、まあ、選挙期間中にもう候補者個人が有料インターネット広告を、うん、出すのはダメだってことですね。ダメです。選挙期間、いわゆるその選挙期間に入る前の政治活動期間中に政治活動を目的として広告出すのはもちろん、OK、まあ、自己だから条文があって、ええ、いわゆる自己の挨拶としては、ええ、例えば新年の挨拶で、はいはいはい、いろいろインターネット広告出すとか、はい、そういうのは一応できないと。できないと、それはそっちの条文に引っかかっちゃうからできないんだけども、うん、政治活動でネット広告出すのは別に、はい、一般的にその中身がね、次期選挙に向けた投票依頼だとか、はいはいはい、そういうのなく自分の政策目的でね出すってことであれば、うんうんうん、それはダメとは言えないでしょうね。なるほど、ダメじゃないと思いますよね。これちょっと多分一般の方から、実は私もですね、うん、選挙そんなに詳しくない方から率直な疑問としていただいたことがあるのが、うん、どうしてその有料インターネット広告が選挙期間中ダメなのかと、うん、要はその政治活動期間中は政治活動としては OK で、うん、でも選挙活動には有料のインターネット広告使えない。で、逆にその新聞の折り込みとかできるのにどうしてネット広告ダメなんですかって聞かれたことあるんですけど、新聞折り込みってそれどういう想定値がわかりませんけど、有料インターネット広告やっぱ金がかかるしね、はい、金がかかる選挙を抑制するっていうそういう趣旨ですよ。あ、それはやっぱりこうでも紙だと、だから 紙でもやっ、僕物見なきゃ何とも言えないけど、どういうものを想定してるのかね、はいはいはい、紙を期間中ので紙で配れるってもう公正法って決まっちゃってますから、はいはい、まあビラとかはもう決まってるから、うん、もう例えばその新聞広告とかを出す、うん、出さないっていうのはやっぱりお金かかるってことですか。新聞広告も選挙運動のための新聞広告って、公職選挙法の中で一応決まってるんですよ、はい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 、大きさだとか、はい、出せるそうです、ね、回数だとか決まってるんで、はいはい、だそれ以外にじゃあ例えば前大政党さんが、投票日にね、うんうんうん、政党としての、うん、でっかい広告やったことあるじゃないですか、はいはい、であれは投票当日の選挙運動の禁止に抵触するんじゃないかって、ね、いろいろ言われましたけど、結局禁止される政治活動の範疇に入ってませんし、うんうん、書いてあるものを見るとね、うんうん、直ちに選挙運動とも言えないと、まあ、確かにね、まあ、有利っていう見方もあるかもしれませんけど、っていうことはありましたね。これやっぱりこう公正法の考え方としては、なるべくそのお金に関わらず、やっぱり選挙活動、あらゆる人が選挙活動できるようにっていう発想があるからこそ、そうですね、ということですね、だからやっぱり金をかけずに、はい、お金のある人が選挙運動できるんじゃなくて、うんうん、お金があろうとなかろうとね、うんうんうん、まあ、一定の活動はできるようにする、うん、だからお金をかけないと、なるほど、かけないような活動にしていくっていう、はい、公選法の規定の中に規定としては根本的なそういう考え方があると、なるほど、いうふうになります。ありがとうございます。そして5つ目はかなり気をつけなければいけないですね。落選目的で候補者に関する虚偽事項を公開すること、うん、これ例えば、まあ、最近だとそのよくツイッター上で誰々候補はこういう、うん、こうだみたいな、まあ、政策であり経歴でありいろんなことをこうお話しされる方はいらっしゃいますけど、これがもし虚偽だった場合が公選法違反になる可能性があるということですかね。そうですね、まず落選目的ということですから、虚偽事項公表罪ということで、公選法の規定の中に、歴史的あるんですよ、はいはい、それで現実に虚偽事項を公表したということで、選挙というか当選無効になって選挙をやり直したケースが過去にありました。それは、ネットでですか、じゃなくてネットじゃなくて、だからネットでも多分同じだと思いますよね。選挙をやり直したことがあるんですか。だから要するに当選無効になっちゃったから、はあ、なるほど、当選した候補者が、そうです、嘘ついた、ああ、うん、そうなんですね。であと例えばアメリカの大学出たということで、選挙公報に書いてあったと、はいはいはい、でもその本当かどうかということがなかなかね、うん、調べきれずに、うん、ご苦労して最終的に、うん、候補者辞めたとかね、うん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 、そういうケースもありますからね。だからやっぱり虚偽事項っていうのは十分注意して、うん、大義がないかもしれないけど、うんうんうん、ついついこう筆がね
走っちゃってっていうのあるじゃないですか、はい、特に気をつけなきゃいけないのはインターネットもそうですけど、はい、あの選挙広報とかね、はい、ああいうところでそういうことを書くとかですね、はい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 、やっぱり こうネットに乗るとねみんな信じますよ、うん、信じやすくなるじゃないですか、うんうんうん、今だって有名人語ったあの投資詐欺とかあるじゃないですか、ありますよ ね、だからそういうのから見てもねインターネットっていうのはやっぱり非常に影響力が大きいでしょうね。ただでもこれは本当に一般の有権者でも全然こう、該当し得る可能性があるので あるかもしれませんよね。落選目的でっていうね、はい、うん、虚偽事項公表罪っていうのがちゃんとありますから、ありがとうございます、はい、まあ、ここまであのたっぷりですね小島さんに解説いただいたんですけども、最後に、まあ、知らないうちに公選法を違反しないためにはってこれどう、まあ、いろいろやっぱりこう今日解説いただいてですね、うん、かなりこうクリアになった部分も多いかなと思うんですけども、まあ、それでもやっぱりいろいろこう、まあ、候補者としてもあるいはそれを手伝うボランティアとしてもあるいは一有権者としてもですね、なかなかやっぱりこう気をつけなきゃいけないことあるかなと思うんですけど、そうですね、どういうことがやっぱり大事ですか、ね、選挙のコンプライアンスの問題は、これ学ばない限り身につかないじゃないですか。なるほど、やっぱり勉強しないとダメですか。ダメです。だからね、その例えばこうね、選挙特務でこういうのやるもんとかないし、で、あとは僕なんかもいろんなね、あの政治家の皆さんの講演会の勉強会だとか、そういうとこ行って基礎的な話をすると、そういうふうにしてね、要するに注意する、これどうだろうな、間違い大丈夫かなっていうその感覚をね、持ってもらいたいんですよ。なるほど、なるほど。で感覚を持って、で誰かにその相談する、うん、そういうことがね、うん、大切だと思うんですよ、うんうんうん、勝手な思い込みだとか、うんうん、これぐらい大丈夫だとかね、うん、それはねやめた方がいいと思うんですよ。あの小島さん一つお伺いしたいのはですね、うん、私も、まあ、実は我々選挙のところにも、うん、よくその公選法、これって公選法的にどうなんですかってお問い合わせいただくこともあるんですよ。で、ただ我々はなかなかですねやっぱりそれを判断する立場にはなくて、うん、私が一ついつもあのお勧めしちゃうのが、地元の選挙管理委員会に電話して聞くのはどうかって、はい、それどうですか。あ、いいじゃないですか。いいですか、うん、それはあり。でね、はい、あのそうあの選挙管理委員会、まあ、なんていうんですかね、これもよく僕お話しするんですけど、はい、選挙運動あるじゃないですか、はい、要するに野球に例えると、はい、要するにその選手は誰かっていうと候補者なり運動員じゃないですか、それから、うん、あの審判はね、うん、これは取締役当局だと、うんうんうん、それで、うん、もう一つ解説者、うん、はいはい、これは選管だと、解説者、はいはいはい、そして最後にあるのが観客、はい、これ一般選挙人ですよ、はいはいはい、そういう位置づけになるんですよ、ね、なるほど。だからね、選挙管理委員会にまずは聞けばね、こういう規定があります程度のことは教えてくれる、はい、だけど個別具体的にこれは違反ですからダメですとかいいですとかってことは言わない、ね、言わないと思う、はい、あくまでも法律に基づいた一般論として、ええ、こうこうこうって、そう結構それでも親切に教えてくださる印象があってですね、うん、選管の方ってのは本当に、うん、そうですね、はい、それはもう選管もね、教えるっていうのは一つ の法的根拠を持ってやってますから、教える、うんうん、大人に会った時にね、うんうん、それは自分たちの仕事としてやる方もいますし、うん、だからやっぱり難しいのはね、公職選挙法のこの選挙運動だとか政治活動の規定っていうのは一朝にして習得できませんので、うん、やっぱりそのいろんなお問い合わせを受けてね、うんうんうん、自分で考えて、うん、苦労してそれで少しずつ見つけていくしかないんですよ、うん、なるほど、これはそうです ね私もまだまだ勉強していきたいと思います。いやもう選挙ドットコムはもうこの世界じゃね、まあ、いやいやいやもうあの小島さんに比べて私なんか何も知らない人しいので、そんなことないですよ。本日はですね、選挙管理アドバイザーの小島隼人さんに、公選法について解説をいただきました。小島さん、また機会がありましたらぜひよろしくお願いします。まあ、いい機会いただいてありがとうございました。いやこちらこそありがとうございました、はい、ということで本日はここまでとなります。皆さんぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方お寄せください。本日もありがとうございました。はい。グルメ作るっていうシーン、はい、なかなか見ないですよ。あ、そうですね、本邦初公開。そこで混ぜない、混ぜない、お店に出たら混ぜない。すごい景色が、温泉入りながら緑が見えるんですね。いいでしょう。いいですね。運がいいと鹿が見れたりね。やっぱりここは場をシェアしてるんですね。働く場をシェアする。選挙区だけに配信するバナー広告と YouTube 広告、よろしくお願いします。一二太郎です。よろしくお願いします。一二太郎です。なんだか最近の人ってスマホばかり見て全然受け取ってくんない。
なんだこれ。スマホ世代の有権者に思いを伝えるならコネクタのバナー広告と YouTube 広告。コネクタのウェブ広告は政治家専用で1000件を超える実績があります。公職選挙法のチェックも万全ですので安全安心。配信する地域が選べるので抜群のコストパフォーマンスで有権者に届きます。累計1000件以上政治家のネット広告を運用して違反ゼロ。政治家専門チームによるバナーの作成、動画の撮影や編集もお任せください。政治家専用のウェブ広告始めてみませんか。